インドラ・サーダン・ビンダウドは、シンガポールの元サッカー選手。元シンガポール代表首相。現役時代のポジションは FW。1995年のライオンシティカップで、シンガポール U-15 代表の首相として、対頭し、同チームの勝利に貢献した。その活躍は、ネクスト・ファンディア・マドと称されるほどであった。16歳にして、シンガポール警察 FC でデビューし、 1996年の S リーグ創設時のメンバーとなった。このシーズンでは控えの立ち位置であった。このため、翌年には S リーグ初年度覇者のゲーランユナイテッド FC に移籍し、4シーズンをゲーランで過ごした。2001年にはホームユナイテッドと5年契約を交わし、同チームに復帰。ホームユナイテッドとの契約によって、 シンガポール警察部隊の一員にもなった。チームメイトであったエグマル・ゴンザルベスとともに得点を量産し、S リーグ制覇及び3回のシンガポールカップ制覇を達成した。また、S リーグ最優秀若手選手賞に2000年、2001年連続で輝いた。その得点力は国内戦に止まらず、ウルグアイ代表や日本代表、デンマーク代表、 ファーイーストツアーで遠征してきたマンチェスターユナイテッド FC からも得点を挙げた。特にマンチェスターユナイテッド FC との一戦ではナショナルスタジアムで1から8の大敗を喫した中で唯一得点を挙げた。2003年6月21日には国内選手として初めて100得点を達成。この時の試合はバレスティア・カルサ FC 戦で ホームユナイテッドは4から0の勝利に終わっている。その活躍はイングランドにまで届き、シェフィールドウェンズデー FC や、イプスウィッチタウン FC 等が興味を示したものの、移籍とはならなかった。その一方で、クラブでは活躍を続け、同年の S リーグ、シンガポールカップともにホームユナイテッドが制覇することとなった。12月には、チームメイトのスティー、 スックソムギットと,と共に、チェルシー FC のリザーブチームの2週間のトライアルを同チームのスポンサーであるエミレーツ航空の移行もあって受けた。2005年には、マレーシアスーパーリーグのペラ FA エエからの月5000ベドルでの移籍提案を受けり、ホームユナイテッドとの契約を2008年末まで延長した。この契約では、年10万シンガポールドルの給与となり、同国の最高年俸選手となった。 また、警察部隊に関しても5年の契約延長をした。2006年5月には代表で、全十字人体を断裂しシーズンの残りの出場は、果たせなかった。2008年2月14日から24日まで、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミで行われた、メジャーリーグサッカー所属のレアルソルトレークのトライアルに、参加した。4試合のスターティングメンバーとなり、2得点を挙げた。 これによって、アルゼンチンロサリオで行われる2週間のプレシーズンツアーに誘われ、3試合の親善試合に出場した。アルゼンチン行きに先立って、彼の友人であるデイブ・ロバーツは、彼の同チームとの契約を後押しする働きかけを、支配人のガルスラ・ゲルエイにしていた。しかしながら、アルゼンチンでの彼の膝の負傷と監督のジャーソン・クレイスからのオファーがなかったため、 遺跡は果たせなかった。もしこの遺跡が果たされていた場合、ファンディアマド、バラダラジュスンドラモールシーに次いで、シンガポールでは3人目のアジア以外で活躍するサッカー選手となっていた。2008年にはホームユナイテッドで10得点しか得点できなかったため、2008アンフスズキカップの後、ホームユナイテッドとの契約を延長しなかった。そのため、 ベトナムサッカーリーグのクラブのトライアルを受けた。ベトナムのホワァハのイ f c からのオファーがあったものの、設備や食事等の面の問題により移籍しなかった。結局、ホームユナイテッドと契約を延長するでもなく、他のチームに加入するでもない状況のまま、シンガポールに帰国した。また、ホームユナイテッド以外のチームと契約するのであれば、警察部隊を辞める。 必要性もあった。しかし彼は突然警察を辞め、戦艦プンゴルに移籍し、2009シーズンを迎えた。アイデイスカンダルが世話人に昇進すると、キャプテンマークを巻くこととなった。また、同チームでのデビュー戦は、スーパーレッツ戦で2から2の引き分けであった。アルビレックス新潟シンガポール戦で、相手選手に肘を入れて、以降は、出場機会にも苦しみ、 また同チームも2から1でこの試合に敗れた。2010年にはシンガポールアームドフォーシズ FC に移籍。2011年3月には S リーグ200得点を達成し、この時のウッドランド・ウェリントン FC 戦では2得点を上げる活躍をした。2011年末でシンガポールアームドフォーシズ FC との契約が切れるとアマチュアリーグである。 ナショナルフットボールリーグのケッペルモナコと契約し2012シーズンを始めた。ホームユナイテッドの監督、リハヤシセイは彼のプレシーズンのパフォーマンスを見てオファーし、同年2月にホームユナイテッドとの契約を再び締結した。その年齢と速度の劣化によって2番目のストライカー、あるいはミッドフィールダーとしての活躍となった。その後2014年末で引退した。 2015年2月15日、引退を撤回し、タンピネス・ローバース FC に加入。4月17日にはかつて所属した、ウォリアーズ FC 相手に初得点を挙げたものの、チームは2から3で敗北した。シンガポール代表の首相を務めるインドラ・サーダン・ダウド。シンガポール代表としては1997年4月26日、1998フィファワールドカップ。 アジア予選でのクウェート代表戦で初出場を果たした。ここ10年で最高のストライカーと考えられており、ウルグアイ代表や日本代表からも得点を挙げている。2004タイガーカップのメンバーにも選出された。アグー・カスミルとの連携ははかばかしくなったものの、シンガポールの制覇に貢献した。これは1998年以来でトレーニングを怠ったために、 代表漏れした時以来であった。2006年5月のマレーシア代表戦では、全十字人体を断裂し、残りのシーズンは出場できなかった。復帰したのは、同年12月のキングズカップ、2007年始の2007東南アジアサッカー選手権であった。同選手権では再び優勝を果たしている。同国首相であったアイデイスカンダルが、 アラブ首長国連邦代表戦で代表を打ちすると、キャプテンマークをつけることとなった。この試合は1から1の引き分けに終わった。その後、2010FIFA フフワールドカップアジア予選のタジキスタン代表戦の直前にあいで、イスカンダルが代表引退を宣言すると、新たに同国首相となった。また、FIFA フフセンチュリークラブの一員となった。ベルンドシュタンゲが代表監督となると、 2010年に代表を引退して以来3年ぶりに代表に復帰2013年6月4日のミャンマー代表との親善試合で出場を果たしたこの試合の首相として迎えた彼は110試合目を迎えてまたチームも2から0で勝利したその3日後ラオス代表相手に代表31得点目を決め試合も5から2で勝利したその後 9月10日の香港代表戦で膝を負傷して、以降は代表入りがなくなった。インドラ・サーダン・ダウドと現妻のベラ・彼は技術屋の父と看護師の母の間に生まれた。セント・アンドリュー中学校、セント・ガブリエル中学校を経て、いてカレッジ・セントラルで学業を収めた。一回結婚をしたものの、8年の結婚生活の後に離婚。この妻との間には二人の子供がいる。その後、 2010年6月19日に現在の妻と結婚し、2013年に第一子を出産している。また、カイルレ・アムリア、ハリス・ハルンと共にシンガポールにおけるナイキの広告塔となっていた。代表での特定に一覧ホームユナイテッドシンガポールカップ。ありがとうございます。